それでは少し早いですけれども、改めまして皆さんどうもこんにちは。今日はですね、早くからたくさんのお客様にお集まりいただきましてありがとうございます。ラブソングのメドレーでした。今でもテレビ番組や CM で使われているメロディーがたくさん入っていて、吹いている私たちもとっても楽しくなる曲なんです。Thank you.
今最も勢いのある、そんな5人になりきって演奏します。 Z 伝説です。どうぞ。ありがとうございました。会場の皆さん、どうぞ大きな拍手を、三陰高校吹奏楽部の皆さん、そして岸本先生にお送りいただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたか、ね、本当にあの寒い中一生懸命皆さん演奏してくださいました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんですか、ご家族の皆さん。あ、なんかあのアコールの、あ、アコール したいですよね。もう今日たくさんご家族の方来られてるので、ちょっと皆さん大きめにアンコール、はい、アンコール、はい、アンコール、はい、アンコール。実はあの皆さんアンコールの曲ね、今日はあの用意してらっしゃらなかったんですけど、岸本先生ちょっとアンコールいかがですか。今相談されてますので、ちょっと相談中でございます。なんか違う曲をちょっとね今考えてくださってるので、あの本当にあのこういう展開ちょっと予測してませんでしたけど、あの準備があの足りませんで申し訳ございません。あの一度演奏した曲で申し訳ないんですけども、あの先ほどあの生徒式内藤の式でお聴きいただきました、あの守るコノバー Z の Z 伝説を、今度はあの私の棒でちょっと演奏させていただきたいと思いますので、もう一度お聴きいただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。県立三陰高等学校吹奏楽部の皆さん、三陰ブロック
クラスの皆さん、そして指揮岸本先生でお届けいたしました。ありがとうございました。会場の皆さん、本当に温かい拍手をどうもありがとうございました。三影高等学校吹奏楽部の皆さん、靴本と言います。靴本くん、さすが生徒会に入ってなんかテキパキと、お名前一言。はい、同じく、タンゲさん、はい、ありがとうございます。今日はお二人は何を持ってきてくださってんでしょうか。ちょっとお客様に見えるようにぜひ。僕たち今生徒会で東北支援の方を活発的に活動してきていまして、はい、もう少しじゃあセンターに来てくださいとリクエストがありましたので、お客様に今日のちょっと、はい、見ていただきましょう。東北支援のためにこの防災ソング、あの日それからというものを、まあ、うちの学校が作ったんですけれども、はい、それと無限日めくりカレンダーというのを、こっちは1枚200円、こっちは1セットで1000円で発売しておりまして、はいはい、その資金をほとんど東北の方に寄付金として募金するという形で、はい、販売させてもらってます。そこで今販売しておりますんで、はい、よかったらお買い求めください。ありがとうございます。せっかくなのでよかった一言。はい、こっちの日めくりなんですけど、はい、うちの学校の人が書いて、はい、うん、あと僕たちでここにいろいろ手を加えたりして、はい、一生懸命作りました、はい、で一生懸命作ったんで、はい、よかったら買ってもらいたいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。1、2年生の29名の新体制で活動をされているということなんですね。で今日はですね、これから4曲を披露してくださるそうです。ぜひ県立神戸高等学校音楽部の皆様の美しい歌声をご堪能いただきたいと思います。さあ、そしてですね、今日は指揮をいただきますのは顧問の先生でですね、林佳代先生とおっしゃいます。では準備が整い次第、oh
ありがとうございました。素晴らしい歌声を届けてくださいました県立神戸高等学校合唱部の皆様、そして林先生にもう一度大きな拍手を送りくださいませ。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたか。とっても素敵な歌声でしたよね。 ありがとうございます。今ね、募金の日めくりカレンダーよく売れてますか。ありがとうございます。子どもたち、生徒さんたちが一生懸命作った来年のね、2013年の日めくりカレンダーということで、皆さんぜひ Thank you.
生徒さんは家族の安否や家のことなど泣きたいほどの不安を抱えながらも、地震直後には体育館に避難してきた住民の皆様のために一生懸命行動をされたそうです。またですね、先ほどご出演をいただきました神戸高校が、合唱部の皆様と一緒に昨年5月には福島県を訪問されまして、岩手、宮城、福島の高校生の皆さんと阪神・淡路大震災被爆部の皆さんにもう一度大きな拍手をお送りいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
岩手県立高田高等学校音楽部です。本日は私たちを神戸をお招きくださりありがとうございます。先ほどお送りした曲は日本百景の一つであった高田松原や陸前高田市の景色を歌った校歌です。私たちの高校は津波で校舎が全壊し、現在は陸前高田市から離れた大船渡市の仮校舎で学校生活を送っています。新しい校舎は約2年後に完成の予定です。今は失われてしまった陸前高田市の景色をいつか取り戻せるようにという願いを込めて歌ってきました。そして私たちの歌で皆様に希望や元気をお届けできれば嬉しいです。本日はよろしくお願いします。次にお送りする曲はグリーティングス、勇気 100% サルベレジーナです。グリーティングスは東日本大震災の後に制作された曲集ハーモニー・フォア・ジャパンから選んだ一曲です。私たちが歌を歌うことができる喜びを教えてくれます。勇気 100% はアニメ忍たま乱太郎の主題歌としても有名です。みんなで振り付けも考えました。間違えるかもしれませんが明るく元気に歌いたいと思います。サルベレジーナは栄えあれ女王よと訳される宗教曲です。ハーモニーを大切に歌いたいと思います。それではどうぞお聴きください。生まれ
中学校3年生の大月ゆきみです。
私は幼い頃父の転勤で宮城県で数年過ごし、そこで津軽三味線と出会いました。津軽三味線の繊細な音色と迫力のあるバチさばきの魅力に引き込まれ、また素晴らしい師匠と仲間たちにも恵まれ、宮城県を離れた今もこうして津軽三味線を楽しむことができています。まだまだ発展途上中の演奏ではございますが、いつか皆さんの心に何かが響く、そんな演奏ができるように頑張りたいと思います。短い時間ではありますが、最後までどうぞよろしくお願いします。まず初めの曲は花吹雪という曲です。聴いてください。If you reach into your
と思います。明日という日がそして幸せ運べるように、この歌が復興のシンボル曲として、被災地の皆さんの一日も早い復興を心からお祈り申し上げまして、第2回神戸マラソン開催記念東日本大震災復興支援感謝と友情のチャリティーライブの全てのプログラムを終了とさせていただきます。そして明日は会場の皆さん、今日は本当に長時間にわたり